夏に着れるような大人っぽい半袖のシャツが欲しいな。しかも人と被らないようなブランドのものがあるといいんだけどな。そう思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕のオリジナルブランド、ソウのですね、新作の半袖シャツが出来上がりましたので、皆さんに全力で解説をしてみたいなというふうに思っています。僕のブランドも初めて3年くらいが経つんですが、昨年も半袖シャツを作りまして、かなり人気だったんですが、今年はニューバージョンとしてこちらの半袖シャツを作ってみました。 僕が今実際に着てるものがまさにそうなんですが半袖シャツっていろんなブランドから出てるかなと思うんですが僕自身が実際に着たいなと思うものをですね自分のブランドで再現したわけなんですけども今回この生地ですねすごく質感がいいものを選びました使われてるのはギザコットンですね表面の光沢感が美しくてなおかつ肌触りだとか上品さが漂うようなそんなですね素材を使ってるんですねで僕はですね自分のののブラランドの服を作る時にカバリみたいなものは 一切でですすねね増やさないようにしてるんです、ね、それはなぜかというと僕の中で着たいと思うです、ね、ものだけを作っているのであえて空張りは作らずに1色のみの展開してるんですが、まあ、今回はこのダークグレーの光沢感のあるギザコットの素材がめちゃくちゃ気に入ったのでこちらを使ってシャツを作ってみましたベースとなるデザインはいわゆる半袖のシャツなんですが、まあ、見幅を見ていただいても分かるとおり少し緩めです丈もですね長めの設定で腕の関節ぐらいまで来るような長さになっています まあちょいゆるサイズで決してこう大きすぎるような形にはしないというところがまあ僕のブランドらしいかなと思っていましてトレンド感はあるんだけどもやりすぎないというバランスですねここを意識して作っていますで襟型なんですがこれオープンカラーとレギュラーカラーのちょうど中間ぐらいを目指して作っているんですね、まあ、第1ボタンを開けてこの V ゾーンをですねちょっと開きながら下に白 T を見せながら着てもらうのがバランスがいいかなと思うんですが、まあ、なかなか襟型も通常のレギュラーカラーとオープンカラーシャツの中間ぐらいのところ で、胸ポケットなんですが、僕のブランドはですね、結構大きめの胸ポケットをつけていまして、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんが、縦にちょっと大きめのですね、ポケットを作っているんですが、まあ、半袖のシャツって1枚で着た時に結構地味に見えがちなので、ちょっとポケットにですね、アクセントをつけながらこのようなデザインにしています。色はダークグレーなので、大人っぽく上品に着こなすことができますし、今の僕のようにですね、中に白 T を着て、ブラック系のパンツですね、 僕が普段お伝えしているようなものと合わせていただければそれだけで簡単にコーディネートが完成してなおかつシャープに見える1枚になっているかなと思うのでぜひ皆さんにもですねご紹介ができればなと思いました今ブラックのパンツに合わせていますが実はブラックのパンツだけではなくて意外とホワイト系のパンツにも合いますのでちょっと着替えてですねバリエーションをお見せしてみたいなと思っています はい、ということで、ボトムスを変えてみましたが、いかがでしょうか先ほどはブラック系のパンツを履いていましたが、これをですね、春夏らしいホワイトに変えるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思います。僕は結構ダークグレーのアイテムが好きで、色々と個人的にも買い集めているんですが、まあ、このような濃い色というのは、ブラックのパンツにも合いますし、ホワイト系のパンツと合わせて、まあ、軽快に見せてあげるのもすごくバランスがいいので、ぜ、ま、ひ、あ、このような形でもお試しいただきたいなと思います。まあ、上半身のシャツで小綺麗さを出し ボトムスで少しカジュアル感を出してあげるというのはすごく大人の男性には似合いやすい着こなしだと思いますそして足元はですねこういったグルカサンダルみたいなもので合わせてもらうと少しリゾート感みたいなところも出せるので、まあ、このような着こなしの一部としてもですね是非ご活用いただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回ののの動画ではソーのオリジナルの 半袖シャツを皆さんにご紹介させていただきました割れながらなかなかいい仕上がりになったかなと思いますベースのデザインも少しアクセントがあって使いやすいですしあとはですね素材と色味ですねここにですね絶対的な仕上がりの良さを感じていますのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています国内の素材と国内の縫製ですねここにこだわってそうは商品を作っているんですが価格帯はセレクトショップのオリジナルぐらいに設定してあるので割と手が届きやすい範囲かなと思います詳しくはですね 概要欄のリンクから見ていただきたいなと思うんですがこちらの商品はですね受注生産という形で今回は皆さんにお届けができればなと思っていますなるべく商品のロスを出さないということと欲しいと思っていただいた皆さんにちゃんとお届けできるような形で今回はご用意したいなと思っていますので販売期間ですね本日から今週の土曜日ですね5月の6日土曜日まで販売していますのでこの期間内にですねサイト内で注文をしていただければなと思いますお届けできる日程なんですが6月の中旬ぐらい予定していますのでぜひ 皆さん楽しみにしていただければなと思っています。これからもですね、僕のブランドでは、なるべく少数生のお隣に似合うようなですね、お洋服を作っていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の層の商品もですね、楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。